野口明子は、岩手県一関市出身のフリーアナウンサーリポーター、ラジオパーソナリティ DJ、元青森放送アナウンサー。ローマ字表記では、従来の表記法にとらわれずに、明子と綴っている。かつての青森放送時代は、本名の野口明子の表記を用いていた。現在はジャンルにとらわれず、パーソナリティとして、テレビの CM などにも出演したりしている。岩手県立一関第一高等学校から学習院大学経済学部経済学科に進学し、卒業後の1999年に青森放送に入社。2001年12月に同局を退社してフリーアナウンサーとなった。2002年、FM 仙台が開局20周年を記念して DJ オーディションを行い、同局の帯番組、エアーヒップスの月曜担当 DJ に選ばれた。その後は宮城県に活動の場を移し、デート FM のラジオパーソナリティや在仙台テレビ局のローカル番組のリポーターなどで活躍している。2008年6月14日、デート FM サタデースプラッシュ放送中に岩手、宮城内陸地震が発生し、同局初の緊急地震速報を伝えた。2009年9月29日、デート FM、Listen 放送開始に合わせ、アメーバブログの芸能人、有名人ブログで公式ブログを開始した。2011年3月11日、東日本大震災を経験。自ら被災しながらも放送人として、安否確認情報や緊急情報を伝え続ける。震災の経験を活かし、チャリティ CD をプロデュース。売り上げの一部を復興の寄付へと当てた。サザンオールスターズ、宇多田ヒカル、吉川晃司、Mフローボニーピンク、ゆず、オレンジレンジなど様々なミュージシャンとの仕事を手掛ける。彩香とはメジャーデビュー以前からの付き合い。モンキーマジックや河村隆一、人とよう、AI など手掛けるアーティストは多岐にわたっている。福島出身音速ラインとは長く、レギュラー番組を担当。2013年4月よりアメリカ合衆国在住。公式ブログに近況を投稿することも。ハローキティが好きないわゆるキティラーであり、全国のご当地、ハローキティストラップを収集している。Miss Mondayとはキティラー友達である。また、学生時代にガンプラ作りを手伝って以来、ガンプラ作りも趣味の一つではあるが、ガンダムそのものには詳しくはない。桑田佳祐のファンであり、デート FM、BEPop では年に一度、サザンオールスターズ及び桑田佳祐の曲しか書けない日を設けていた。なし。ありがとうございます。